何やってんの。でもあれでしょ、ひじり、あれタイプ違うもんね。タイプ私は A でしょ、ライトニング。なんか寒くなってきた。ねえ、ここってさ、木島高原パーク、うん、そう、木島高原パーク、暑いんだよ。お疲れ様や。実はこの部屋には5期生がみんなじゃない、一人、あれみんないる、あ、みんないます。え、7人だっけ。何人だよ、うちら今。うちら7人になったの。もう半分になったの、うちら。9人じゃなかったっけ。7人です。誰あと2人、怖っ。誰あと2人、お化け。次まで時間があるので、そう、みんないるよ、今。15分から15分ぐらいします。そう、せっかくなんで。店大集合。あ、違う、ひじりもショールーム今アインストールしちゃって。いや、もうすぎ瀬取りが始めたら来るよ。いや、待って、今頑張って。え、みんな、みんな来てる人、皆さんどうでした。あの、5期生のファンなら喜ぶであろう。せーの、花ちれ。花とどうなの。花ちれはやりましたけど。いや、結構すごい収録。でも一人あれだよ、激エモ瀬取りありがとうとか言って。だって、たむしの叫び出た時、ね、みんなさ、うんね、でもさ、あれなんて言ってるかさ、うちらも分かってないじゃん。クリナ、クリナ、クリナしか聞こえんけどさ。私、友達でさ、これなの初めて知った。あ、待って、やばい、やってなかった、それ。ひじりも超えちゃった。超えちゃった。超えたよ。いや、ずっとやってたんだよ。一生こうやってたんだけど。違うだよ。研究生の時からこれやってた。え、ずっとこれだよ。え、こうだよね。え、カエデがずっとこうだったの覚えてる。え、カエデが癖が強いのかなって思ってた。え、でも、カエデがやってんだなって思ってた。ジュピター並んでる人がやる。え、すごい。ジュピター乗っちゃダメと言われました。え、今の仕方ないよ。ね、仕事やめちゃった。ディズニーじゃん。そう、なんか調べたの。高原パークの5期生はさ、みんな来たんだよね。そう、みんなで5期生来たの。その時はでも、あの、めっちゃ凍ってて、大丈夫、乗れなかった。5期生の配信通知がすごいね。ディズニー。みんな一気に。ディズニーのみ。ディズニーのスプラッシュマウンテンとか。もう乗っただって。いいな。ある？みんなのこれ。私あのギフト多分今日読めないからあんま投げないで大丈夫です。ちょっと手。おだけいっときます。選曲予想外。ショールームインストールできた。読めないかも。やっとショールームインストールできた。え、なんか待って。歪んでる。落としたからかな。ね、これ通信制限来ててもさ、ショールームできる。つなげてあげようか。いいよ。だってじゃないとできないじゃん。できるできる。え、待ってね、ね、マネさん、マネさん見て。イヤリングが曲がってる。あれ曲がってたの？直した時。マジや。もうあと1個。やめてよ。そう、1個落としたからさ、横にいたマネージャーさんにさ、ほりゃって投げてさ、目合わせて。え、真ん中にあったやつ。君やもっとでさ、あの、ダーンダーンダーンとかさ、一番端に行くからさ、その時にさ、やっと繋げれた。繋がった？え、ひじり始まったら教えて。そうそう、始めるよ。え、無理だよね。ありがとうございます。イントロから話流れた瞬間、笑ってる人がいた。私、充電あんまないんだよね。なんかさ、楽しそうに笑ってた。前だけ怪しかったよね。そうなんだ。え、もう始まった？え、嘘、みんな言って。今始めるね。でも私、通信制限と充電がないから。ちょっとしかできない。そう。いや、カクカク、ひじり。今、カクカクしてる。雪のじゃない？金のスタンダルマリオです。え、何これ？え、何これ？グランフィナーレ出ます。まーす。キックハートありがとう。フィナーレ出ます。ワンちゃん、ワンちゃん。そう。じゃあみんなであれしようよ。ノートノート。ノートノート。通信制限。通信制限なんでちょっと今日。え、私喋らなくて。大丈夫大丈夫。あ、処理してるちゃんと。そう、なんかの話題しようよ。なんかだから前みんなでキジマ旅行に。あ、そう、キジマ旅行行った話をよ。一回ご帰省で来て。そう。ね、絶対したい。MC の話あんだったら。空中ブランコとか。あ、クルちゃんがいた方が絶対おもろいってなったやつがあったじゃん、前さ。なんだっけ？ここで出さない方がいいかな。あ、寝る直前。あれ面白い。あ、私 MC。はい、じゃあ MC お願いします。ちょっと待って。話すときないもんね。もうちょっとひじりこっちやってもいい？ハイチーの生首配信。ハイチーの。あ、ちょっと。あ、こういうこと。危ない危ない。こういうこと。顔映ってなくない？でもちょっと斜めに傾けた方がいいよ。アイリはそのままでいい。あ、なるほどね。いや、大丈夫よ。私が持ってなくていいよ。そうだよね。あ、ありがとう。いけた、みんな。感謝感謝。おいしい闇感謝感謝。いや、セクシーになっちゃう。これ危ない。あ、だからちょっとね、上向きに傾けたらいいね。待って、いぶきの MC 始まります。いぶきの MC 行きます。
はい、今高原にこのお泊まりのホテルで旅行させていただいたんですよ。ひじりのファン聞こえてる？あ、見せてるのね。旅行させていただいた時にね、みんなで大部屋で寝てたの。その時になんかくるみがまあ、どっか何かをしにリビングの方に行こうとしたら、うん、鼻が詰まっちゃって鼻プシを取りに行ったの。消した後ね、消灯した後に何かを取りに行こうと、そのくるちゃんがガラガラガラ式だったの。和室っていうの、あの障子みたいな、そう障子だからガラガラガラって来たらガタンって、私みんなでもおやすみ2分ぐらいの時に、みんな一番いい眠りの時に、みんなちょっと、ね、寝てるかな、寝てる、まあ、リノとかも寝てるかなぐらいだったんだけど、でも多少みんな起きてる時にくるちゃんがガタンって、え、何何って思うじゃん、うんうん、そしたらくるみが一人で大きい障子を持ってんの、こうやって抱えてくるくるしてんの、障子が外れちゃって、くるみがどん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 、一人でね、あわあわ、その辺でやってもいい、メイクさんじゃない、それであわあわなってて、どれでも行かないの。だから、うん、私は速攻をくるみに鍵つけて、うん、私はもうどこのおじさんもゴト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 って言って障子を直してみんな、うん、何何リナ普段やったら行くけど、ちょっとその時はもう無理やった。いや違う、寝たかったもん。思い出した、あのなんか私のところだけ障子と障子の間に少し光が入ってたの。そうそう、でそれでもう気になってイライラしちゃって、私寝れなかったの、障子の光で。もう何って思ってこうやってなって、えどうしようと思ったら、みんなでリナと1回目があったのに、私はなってない、いやもうマジかもちゃん、いつも基本的に助けてるし、うん、その日ねもうちょっといろいろあったんですよ、くるみもいろいろ助けてたことがあったから、いやもう今日はもういいと思った。だからイワキがさ、もういつもさ、あ、何何って感じだけどさ、無料で行ったよね、意外と早いスピードで。いや多分5時とかね、ごめんなさい、みんな話してたんですよ、みんなすぐ語りだから、さすがにもう眠くて動けなかった。10秒くらい、もう10秒くらいずっと全員寝たふり、そう寝たふり、ちょっとみんな1枚薄め開けて見てたもん、薄め開けてブルブルしてくる、じゃんけんで勝った人から寝る場所決めてるけど、その時にイブとかさ、うん、くるみ屋さんも意外と離れてる位置に、うん、誰か近くの人が行くかなと思ったら、うん、誰もいなすぎて、しかもリナ横やったしに来るだろ、行くしかないやんって思って、誰も行かんって思って、でもくるみがなんか一人で暗闇の中こんな変わらずとか言ってんの。もうよかった、びっくりした。修理の人も早かったよ。なんか上と下さ、ふすまこう仕切りがあるから、そこにこうやってブンってすごい、いや直してたよね、よかった、はいみたいな感じ、業者のリトみたいな、最年少よ、すごい、最年少よ、ありがとうございます。やばいな、あ、頭誰か行く、行くなら、つなげてて、ね、じゃ あ、じゃあみんなで喋っとく、大丈夫、誰か入ってたら3分経っても大丈夫だから喋っとくよ、リナ直しいらんわ、でも直しいらんかも、直しいる人だけ、うん、バイバイ、バイバイ、なんか切っちゃったの、え、フィナーレだけでしょ、だってあと、うん、え、15分経ったかな、まあ、経ってない、経ってないよ、ほら、いや私が切ればよかった、毎日配信してないんだよ。私も切れない、いいんだよ、みんなやろう、たまには。何人おるんだこれって、え、でもさ、リノが行っちゃったけど全員マスク着て、うん、旅行の話いっぱいあるよね、あるある、目覚ましとかマジでうるさかった、目覚まし、私こんな声誰かのさ、めっちゃめちゃうるさかったね、いぶきのがなクレヨンしんちゃんのあれもだめ、いぶきのが一番うるさかった、本当にうるさくて、しかも何回なっても起きないから、なんか一生の秒でみんな起きるでしょ、みんな何のクレヨンしんちゃん、私一番あの普通のテレ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 、いやあれはあの本当にペペペペペペみたいな音、いやみんな朝日見に行ってたけど私だけ寝てたもん、一人だけみんな見に行っといてとか寝てた、一人え、ひじり何を、まずの宅急便、あ、まずあった気が
ラスマジだっけ見たいかどういう感じ、どっちが赤いルージュだっけ、ルージュの伝言、赤いルージュ怖くね、なんかほんまに聞こえなかったんだよね、目覚まし1個もマジか、無理だと思って止めなきゃと思って止まってたの、私が止めた気がする、朝の5時くらいに相手見ながら半分にしてパン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 すぎて、だってご自分のうるさくてみんなほっとりみたいにしてくれたのに初日までよっせーみんな行くらいに嫌だ、それだ、それだ、すごいよ、イブキとリナが寝坊しない理由絶対曲でくる、ちょっと絶対それだ、レレ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 レ露天風呂があったんですよ、うん、で露天風呂からこう朝、うん、めっちゃ早くに入ると、うん、あの朝日がこう昇ってきた瞬間見れますよみたいな、うん、で見に行ったので、クルタンは眠くて結局寝てて断念して、うん、でそれ以外のメンバーで、うん、よしじゃあ頑張るぞうちら見るぞって言って、うんうんうん、で使ってたんだけど予定時刻を過ぎてもう全然日が出てこない、そう でも結構しかもお湯も熱いの、うん、そしたらひじりがのぼせて、うん、朝日が出てくる10秒前ぐらいに帰ってきて、なんかもうもう何も食べてないから朝だから、そうだね、フラフラしちゃってたからもう危ないからね、上がんなって言って上がんなって言ってひじりどっか行った瞬間、うわ、ん、ひじりが全裸で更衣室行ったら誰かが呼びに来て、会いに来た、会いに来た、ひじり呼んでくる、待って、何か言ってる、配信してます、え、何ですか、あ、わかりました、なんか本当にマジ面白い、本当 にひじり今出たよ、でも私もういいいいってなって結局そう見たんだけど、なんか予定時刻ちょっとね、なんか大まかにうちらが寝たのが4時とか5時ぐらいだったのに、予定時刻が7時とかだったから、そうそうそう、わざわざ7時に起きてみんなでもう暑い中使って全然どれしたっけ、ご飯までもう一回寝たね、あ、そう、したしたした、ちょっと一回みんな戻ってきて寝てた、もう一回寝てご飯食べてから寝たくない、そうそうそう、でも耐久レースだったね、一回寝てよ、本当になんかもうでもさ、ディナーというよりも結構静かに大丈夫だからもうお風呂入って途中も暑くてしんどくなったら、うん、あのお風呂の縁のところに座って、アイリとディナーというよりとアイリとディノ4人が結局見れたので、イブキもさちょっと心配してさ、多分あのフラフラしてたしちょっと上がりなみたいな、みんななってひじりとみぶきは多分控え室の方で、あーマジもらい、うん、思い出した、いぶきは愛知が呼ばれたからひじりがもう行ってきていいよって言われたから、本当に大丈夫って言ったから、ちょっと見た、行っておいでよそんな言われた、私は死ぬだけよ、諦めてくるから死ぬなよって気持ちで、あの全然全然ちょっと見ちゃうんだよねだって愛でも服してなのに出てるよ出てるよ、いやいやみたいな、あなたのそう、もうさ、でもそれ関係なしに結構頑張ってたから、みんな耐えてめっちゃ頑張った、めっちゃ綺麗だったから、でもすごい綺麗だった、めっちゃ待ってる、ちょっと厚めのお風呂に1時間ちょっとぐらい使ってた、それはきついわ、結構いたからマジで、もうあれも必死に行ったけど今考えたらなんか恥ずかしいよねしかもなんかうちらってこの集団でやっぱ7、あのクルタンは寝てたけどそれ以外の6人で最初入ってたから、あのやっぱさこう団体みたいになるわけよ、他のさ家族連れの方とかがさ、うちらがさ、え、まだ出ない、え、どう、え、暑くないみたいな、まだ出ないって言ってるのめっちゃチラチラ見るからさ、どう、え、恥ずかしいとか思って、見たいんだよねやっぱり、みんな見たいから、みんないるの、ただあの多分旅行に来た海外の方が朝日に感動しすぎたせいで、うん、携帯中に持ってきて裸になってる、ワンちゃんうちらの裸持ってるかもしれない、やばいやばいやばい、危ないよ、自撮りじゃない、あのたそのたどりでこう朝日を撮ってたから、わかんないよ、ビリアルとかもかもしれない、ビリアルしない、そしたらもう外カメよ、ねえだから、じゃあ Vlog とか YouTube とかもしかしたらさ上げてたらやばいよそれ、やばいよ、ね、多分大丈夫だよ、外っぽかったカシャカシャってよっぽど感動したんやろうね、面白い、日本のルール厳しいって言う人、うん、そうね、確かにね、二度寝したよね、もうすぐ、日本って厳しいんだ、厳しいと思う、だって日本のカメ、日本に来たらカメラって絶対音消せないの、カメラのノーマルカメラは消せないのよ、うん、ベトナム行った時はだってノーマルカメラってカシャって言うじゃん、言わなアメリカとかその海外に行ったら音消せるの、そう消せるの、確かに、ノーマルカメラ、日本は盗撮防止のカメラ、
最初の頃って。へー、違うんだ。夜ご飯みんなでカニめっちゃほじった、ね、めっちゃカニ食べた。懐かしい。眠かったけど。しかもさ、そのさ、席がさ、やっぱ7人席ってないからさ、うん、横並びの4、はい、はい、はい。ちょっとこちらで忘れ物をされたお客様がいるので、あ、はい、あ、はい、大丈夫です。あ、すいません、ちょっとあの生配信みたいな。全然全然、全然喋って女性の方なんで全然大丈夫なんですけど。あ、うちを隠すとこ。ミュートどうやってんの俺、ね、すごい。オッケーです。はい、大捜索終わり。あ、帰った。危ない。これ。こんぐらいでいいか。そうそう、だからあのさ、ご飯食べる席7人席ってないからさ、あの4人と3人で座ったんだけど、あのちょうどいい感じにそのチーム H とチーム K 方で分かれたのよ。うん、でもあのリナクルタンの横で食べて、私の目の前にヨリがいたんだけど、もうクルタン、あの制限時間内の最後の方も。寝かけてたね。寝てた、ね、ちゃんと寝てたよ。眠かったもん。その横でみんなずっとカニほじって。カニの匂いだけずっとした。静かにさ、もう、めっちゃ食べてる。みんなとリノだけ、めちゃめちゃカニ食べた。確かに。めっちゃ作業のよ。リノがね、黙々と息吹にカニを剥いてくれる。あー、そうだ。優しい。食べる気はさ、こうやってさ、普通に違う唐揚げとかをさ、食べてて、カニあるよ。唐揚げじゃなくて、カニあるよ。って言って。元取る気満々やん、もう。全力で。横でカクカク食べなって言うけど、いや、ブブキャンもカニ大丈夫だよ、おいしいよ、ほら、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃんやん。もう元取りたい人ないよ。最後何食べたでしょ、大阪君ってさ。あ、そう、最後何食べたでしょ。あ、そうそう、でリナクイズ、え、カレーでしょ、どうせカレーでしょ。いぶきだって言ってたの、そのちょっと前に、いや、いぶきこういう時絶対最後カレー食べるよねって言ってたから、いぶきがもうそのクイズ出す瞬間、もうリナめっちゃこれでしょ。みんな疲れてた。みんな疲れてたね。何食べるとか言ってさ、みんなさ、とか言うかなと思ってみんな。わかんない。みんな疲れてた。やはり結構予想した。愛知は優しいの。フルーツ。愛知常にもうリアクションが。優しい。何かなとか言ってくれないから。言ったらそのままこれ。カレーでしょ。はい、カレーカレーはダメ。聞こえたよ。それは違う、それ優しいとかじゃない。お腹いっぱいなのにさ、最後にカレー食べれるのと思ったらちゃんと食べてたよ。すごくない？マジおもろい。でもさ、何の話もしてないのに H と K 法に分かれるの。そうそう、綺麗に分かれる。15分経ってからでもさ、ゴーフィーってさ、優しさ全然ゴーフィーだからめっちゃいいよ。みんなね、種類によってこう別じゃない。何が？優しさの種類。種類が、種類は確かに違うかも。それはそう。え、みんな FT どっち？NT、MBTI、それ何が違うの？何が違う？それって。なんか感情的が F で論理的が T みたいな。あ、私 F です。感情的です。私なんだっけ？私なんだっけ？S。こちらは IFFF。ISFJ か ESFJ。私なんだっけ？私なん。そんなことある？私なんかおじさん。ロンリーが愛じゃない？提唱者みたいな。あ、はい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 。あ、今ですか、分からない。提唱者みたいな。え、私感情的だわ。ある感情的。INTJ。あ、じゃあ T だ。え、ロンリーが的なんだ。意外かも。でも、よりロンリー的じゃない。だって、あんまさ、より感情でさ、なんか、無理とかなんないじゃん。仕方ないっていうか。しかもさ、なんかさ、なんか大丈夫って入った後にこうすればいいんじゃないみたいなさ、改善点を言わない？言う。言うかも。だってリナがうーんってなってる時絶対言うもん。リナ大丈夫？でもなんとかだから大丈夫だよ。すごいんだよっていう改善点。優しい。 F はもう
大丈夫、気合いで、もう大丈夫。そう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 、なんか感情だみたいな。森の感情だからね、すべてが。そうそう、ありがとう。あ、無理。じゃあ F だ。じゃあ F だ。ここ3人感情。感情。ロンリー。ロンリーか。フィギュアロンリー。めっちゃロンリー。リノ何？リノ。F。リノ。リノでも。リノなんかさ、意外と怖いやつだったの覚えてる。ジャイアンと一緒。ジャイアンだよ。ジャイアンと一緒。怖いやつでジャイアン出てくるのやばい。ジャイアン感情じゃないか。ジャイアン感情だ。え、わからん。一緒、うん、何も分かんなくて、5期生多いんだよ。5期生ひろゆき多いな。ひろゆき3人いるから5期生だよ。ジャイアンなんだっけ。ジャイアンなんです。あれじゃない？ ESTJ とかじゃない？ぽい、分かんないけどぽい。名前強そう。ジャイアン。なんかくだらねえこと言っちゃう。クルタンこれでめっちゃ笑うから。あ、じゃあくるみは CUTEキュートキュートじゃあそろそろ毎週やめてください。そろそろお昼休みこれライクやめて。みんなすいません、全然読まなくて。私メイク行ってくる。オッケー、行ってらっしゃい。どうやってこれコメントランキング、ランキングのとこ押せばいい。これライブランキング。あ、そう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 。え、ライブランキング累計じゃなくてライブの方ね。そうそうそう。13位アルプスの牧場さん、12位電気さん、ちょっとシンテムなんか。え、じゃあもう一人ずつ、みんな一緒にさ、みんな一緒に言っていく。13位かよ。マザキパンさん、8位。今何時だろう。え、もうね、今何時か分かりますか。6位、7位、今多分20何分、6分とか6分ぐらい。まだ全然10分。福岡の福田さん、23分ぐらいかな。3位、ポーロンさん、1位、タウンさん、ラストとか。18分だって。え、全然。そう、18分。そこ18分ぐらいだったの。あそこにある、時計。あ、本当だ。あの、ゲリラ配信でした。だから、ゲリラ配信。じゃあ全然時間ある。私切ります。バイバーイ。バイバーイ。まだやろうかな。他の5期のルームに行ってくれ。あ、ごめんどうしたの。バイバーイ。バイバーイ。また配信します。リルリナがのさ、あーリナの足ぐらい。コンセント。じゃあ決めちゃってる。いいんだ、よりの計画。あ、私には全然すみません。メイク行ってきます。いらっしゃい。バイバイ。ちょっと愛知の愛知危なかったらごめんなさい。コンセントってさせる？させるとこないの近く。ダメ？うわ終わりだね。え、何時に行かない？6時までにはうちらは良い終わらせる。だから全然何も通ってないから、もしもディスゲームがここで閉じ込められたら私は危ないから消えづらい。すごい急にスイッチ入っちゃった。急にスイッチ入っちゃった。どうしよう。じゃあいぶきさん退場です。スイッチ入っちゃった。でも暇だもんな。カラオケしたいね。カラオケしたいね。魂の叫び、クリナ。そう、最初さ、今日のさ、せっからしかの煽りのとこさ、めっちゃさ、こうめっちゃ練習してきたの家で。でもさ、なんか反響とさ、あのいろんな音がさ、こうリナの中にさ、一気に頭の中に入ってきすぎてさ、タイミング全然つかめんかった。え、でも大丈夫だったじゃん。本当、でもさっき社長からね、社長さんからね、最初どうしたのって言われて、どうしたの？え、ちょっと音がちょっと私の中で情報が処理できませんね。でもね、でも今日みんな頑張ったからって言って、社長さんがみんなにアイスを買ってくれたんです。え、そう。ありがとうございます。福利厚生が。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。大体そういう時は私がもうみんなを代表して、みんなが。アイス食べたいって言ってます。踊って。お願いしますとか言って。そう、初めにアイス食べました。私は食べてもいいよ。安心してください。いや、頑張ってるもんね。偉いね。写真集やるから。アイス食べたから。でも毎日食べれるし。アイスいけないね、バキバキ。そうだね、アイスいつでも食べれるもんね。そうだよ。帰ったら食べれる。終わったら撮影終わったら。みんなが来る。そう。そしたらまたなんか奢ってあげるから。くるちゃんね、いぶきにね絶対財布を出させないの。パフェとかね。そう。唯一の子。唯一の年下なの。ああ、一緒に行こうって思ったけどダメだ。リナが次は。ごめん無理です。ひじりは？え、いや、ひじりは大学生だから。一緒の大学生だから。何がいい？え、いいの？今のなんかちょっとサバネ。サバネで私が。ちょっと。え、今
ざらし。より私がなんか必要とする結構の体験があって。違う買いたいやつっていうか、うん、やりたいことがね結構30万ぐらいするの、うん、そしたらそれをねみんなに相談してたらいおりが、うん、かわいそうだから10万円渡してあげるよでみんなねこれ今5万円なら今はあの倍で返す、うん、倍で返す、うん、したら倍ね、うん、あとの社会に教えてあげるね。ただね、買いたいんですよ、ね、買いたいものがあるんだよね。そうなんだ。したらいよいよかわいそう掃除からめっちゃかわいそうかわいそうって言われるのが一番かわいそう。まあ恵まれてるわ私同期に。そうだよね、素晴らしい同期だよね。素晴らしい同期だよ本当に。だって今も倍で返すなら貸すからね、ちゃんと。確かに怖い怖い、よろしくね、うん、いいよ倍で返すならね。やだ、試してみるのか。こんにちは、ね、こんにちは。いや今更こんにちはの今更感こんにちはってくる。こんにちは、こんにちは。カラオケしたいね。なんかじゃあ歌おうよ。今から たとえ燃え盛る炎の中でも信じた道を進めよう。レディゴーレディゴー。せめてここが好きなやつでしょ。クリスマスがいっぱいとか。レディゴーあのクリスマス気になる転校生が良かったんだよ。初めての印象は目立たない男の子、私の背にやってきた間の悪い転校生。本当に共通認識なんだ。そう歌ってたよね。ちゃんと共通認識なんだ、やばい。ちゃんとオリジナルに忠実に私たちに送られてきた原曲資料がこれなんだよね。そうだね。でもさすがにみんな公園で言う勇気ないからさ、うん、普通に歌うっていう。すごい首の落とし方。オッケー大丈夫。いらない人は大丈夫ですか。いらないですのし、うん、あ大丈夫。あどうしようかな。別にでも君はくれたら大丈夫。ニュアンスって感じ。じゃあ行こうかな。じゃあランキング見ます。13位、みんなで読みます。いや13位一人ずつこう、はい、私が13位何々さんってとこうどんどん何々さん、はい、いきまーす、はい、13位焼きごじありがとうございます。ひろゆきさん、あごめん、ジャガさん、ひろゆきさん、はっちゃんさん、ルーさん、ありがとうございます。12位神崎正和さん、ブランさん、のぐっちゃんさん、フランさん、ゆうたけさん、ありがとうございます。11位バッサーさん、ケンさん、キロッチさん、ネオレスさん、トモモ、ありがとうございます。10位まさみやさん、さかほりさん、うめっちさん、まきいさん、ニコノモノさん、ありがとうございます。9位長十郎さん、にしけんさん、じんじんさん、きょさん、もんも、ありがとうございます。8位あたりさん、だいちゃん、変わっちゃった場合どうしたら。8位からいこう。じんじんさん、ごーちゃん、ゆきくん、ありがとうございます。7位ありときりきりまいさん、昔は美少年さん、ちーもんゆうりひめさん、いいさん、昔は美少年さん、 ありがとうございます。あーなんか気まずいぞ。6位すみさん、くろちゃん、ぞうきんさん、うん、おりさん。6位ゆうゆう、ありがとうございます。5位まさしさん、フランさん、たーたんさん、しむさん、あれしゅんさん、ありがとうございます。4位フランさん、ブンタ、ヘルシアさん、バウチさん、ヨッチ、ありがとうございます。誰だ。3位ラブ北海道さん、マシア、 MJ さん、アダのさかなさん、トウイ、リノちゃん、ありがとうございます。2位ただのさかなさん、 MJ ジュニアさん、ポカピグさん、タッちゃん、フランさん、ありがとうございます。1位エイカさん、ユウシ、角平さん、けんちゃんさん、 MJ さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。私14位バラ86さん、15位ジェイさん、ありがとうございます。ありがとうね、みんな。ありまるちゃん、みんな、なんかお見配信、じゃあちょっとメイク直しと髪の毛直していきます。じゃあねー、バイバーイ皆さん。また最後のなんだっけ、グランドフィナーレでお会いしましょう。バイバーイ。